NHK アナ玉の玉す NHK BS での生中継で実況を務めた中村康人アナウンサーの痛恨の言い間違いがネット上で話題となった。事件が起こったのは4回表の虫メッツの先発キンタナがパヘスを迎えた打席でのこと。中村アナがキンタナの玉すと発言しようとしたが、キンタナのな、お、ま、と言いかけるミス、すかさずキンタナと言い直した。前剣がゲスト出演してたせい、玉数の話ててくさ、金玉って言った。コンアナウンサーが金玉って言った。キャッキャッ、そりゃ玉数は2つやろ。レッドセックスって言って処女喪失を思い出してた女子アナよりはマシやろ。金玉けるなならぬ金玉泣けるな、言い直しは玉出たんと一緒やろ。金玉これまで調子良かったのに今日はダメダメやったね。人の心はキンキンと満々で満たされてるからね。金玉の名が抜けて金玉のって言っちゃっただけなのに騒がれてかわいそうすぎる。小学生なら微笑ましいけど、金棚の言い間違いではしゃいでるおっさんはさすがにキモいな。ご視聴ありがとうございました。